キャラ仙台萩、トニツタ仙台萩、名、牧仙台萩は、伊達騒動を題材とした、人形浄瑠璃及び歌舞伎の演目。通称、仙台萩。本作の題材となった、伊達騒動は、万事、漢文年間、1660年から1671年にかけて、仙台伊達家に起こった紛争を言う。その史実については、 伊達騒動その他関連項目を参照。公説においては、大胸以下のような物語が形成された。仙台伊達家の三代藩主、伊達綱胸は、吉原の高尾太夫に魂を奪われ、車での誘導にふけり、隠居させられる。これらは、お家のっ取りを企む家老原田貝と黒幕である、伊達兵部ら一味の仕掛けによものだった。貝の一味は、綱胸の後を継いだ。 亀千代、四大藩主、伊達津村の毒殺を図るが、中心たちによって防がれる。中心の筆頭である伊達秋は、兵部、貝らの悪行を幕府に訴える。堺が学頭邸での真理で、兵部と通じる我学頭は、兵部、貝の側に加担するが、精廉ないたくらない前世の祭壇により、秋側が勝利。もはやこれまでと抜刀した貝は、秋を切るが、自らも撃たれ、 伊達家に平和が戻る。本作をはじめとする、伊達騒動者は、基本的にこの筋書きを踏襲している。伊達騒動を扱った最初の歌舞伎狂言は、聖徳三年、1713年正月、江戸市村座で上演された、太平女今川である。これ以降、数多く、伊達騒動者の狂言が上演されるが、特に重要な作品として、安永六年、 1777年4月、大阪中の芝居で上演された歌舞伎、キャラ仙台萩、長尾亀助他作と、翌安永7年、1778年7月、江戸中村座で上演された歌舞伎、伊達慶奥に議場、初代桜が自助、重縫いの仙女合作、さらに天明5年、1785年、江戸有城座で上演された、人形浄瑠璃、キャラ仙台ギ、 昭願四他作の三作が挙げられる。歌舞伎、キャラ仙台萩は、伊達騒動を鎌倉時代に託して描き、忠義の乳母、正岡とその子、仙末を登場させた。伊達慶奥二議場は、騒動の舞台を、細川、三名が争う大人気の世界にとり、類伝説を脚色した、類、妖衛門の物語と合わせて激化した。現在、 キャラ仙台萩の下台で上演される内容は、竹の間、五点、床下は前者、その他は後者の各場面を原型としている。天明五年、1785年の人形浄瑠璃、キャラ仙台萩は歌舞伎、キャラ仙台萩を改作、浄瑠璃化したもので、原稿、五点に用いる浄瑠璃の師匠はこの作品から取られている。場面構成やセリフ 演出については、この多多くの派生型があり、下水橋、竹の間、五点、床下、対決、人情からなる原稿の構成は明治半ばから徐々に定着したものである。また、明治以降、類、洋絵門の物語は、カオル樹類物語などの下剤で、独立の狂言として、歌舞伎、人形浄瑠璃で上演されるようになった。原稿の脚本は大きく、 下水橋、竹の間、五点、床下、対決、人情の三部に分けることができる。それぞれが別系統の脚本によっており、全体を通しての一体感は薄いが、一つの演目で多様な舞台を楽しめるところは、本作の魅力でもある。以下、各場のあらすじに解説を添える。車から、お忍びで屋敷に帰る、途中の足利よりかね、打鉄な胸に、相当が、 二期壇上、原高いに、相当に加担する、黒沢肝蔵らに襲われるが、駆けつけた抱え力士の絹川谷蔵に助けられる。より金の後を継いだ、鶴千代、津波胸着子の亀千代に相当の上、目のと、正岡、千末の聖母、三沢初子に相当は、洋君を、家中の逆進方から守るため、難体を意味病気と称して、男を近づけさせず、 食事を自分で作り、鶴千代と同年代の我が子、千松と共に身辺を守っている。その後天に、二期団状の妹、八潮、家臣の奥方、沖の井、松島が見舞いに訪れる。鶴千代殺害を目論む八潮は、女医者、小牧や忍びの加藤太氏と計らって、正岡に鶴千代暗殺計画の濡れ衣を着せようとするが、 沖の井の孔弁や鶴千代の拒否によって退けられる。一連の騒動で食事ができなかった、鶴千代と千松は腹をすかせ、正岡は茶道具を使って、飯炊き器を始める。大名でありながら食事も満足に取れない、鶴千代の苦境に心を痛める正岡。主従三人のやりとりのうちに飯は、炊けるが、食事のさなかに逆進型に加担する官僚、山名総運。 史実の老中、堺江画学等の奥方、堺江御前が現れ、持参の歌詞を鶴千代の前に差し出す。毒入りを危惧した正岡だったが、官僚家の手前制止しきれず苦慮していたところ、駆け込んできた千末が歌詞を手づかみで食べ、毒に当たって苦しむ。毒害の発覚を恐れた八千代は千末の喉に、会見を突き立てのぶり殺しにするが、正岡は表情を変えずに、 鶴千代をおしゅんごし、その様子を見たさ井えごは、鶴千代、千松が取り替え子であると思い込んで、正岡壇上一味の連番の巻物を預ける。さ井えごを見送った後、母親に帰った正岡は、常々教えていた毒味の役を果たした千松を褒めつつ、武士の小ゆえの不備を嘆いてその意外を抱きしめる。その後、襲いかかってきた蜂塩を切って戦勝の敵を撃つが、巻物は、 ネズミが加えて去る。残限によって主君から遠ざけられ、御殿の床下で密かに警護を行っていた中心、嵐志南の助が巻物を加えた大ネズミ、御殿幕切れに登場を踏まえて、あーらあやしいやなぁと言いつつ登場す。決戦で撃たれたネズミは、男の助から逃げ去り、煙の中眉間に傷をつけ巻物を加えて印を結んだ二期団状の姿に戻る。 壇上は巻物を懐にしまうと不敵な笑みを浮かべて去っていく。老身、渡辺劇左衛門の伊達秋に相当、その子渡辺民部、山中鹿之助、笹の才蔵ら中心が、門中所で、二期壇上、大江尾仁辱、伊達兵部に相当、黒沢勘蔵らと対峙する。裁き手の山名総運は、壇上よりで、証拠の密証費にくべさえする無法ぶり。 激方の敗訴が決まるかという、その時に、もう一人の裁き手の細川勝本、板倉内前世に、相当が登場し、総運を立てながらも、男女側の不忠を攻め、虎の脅しを狩る狐の例えで一味を皮にる。自ら証拠の密書の断片を手に入れていた勝本は、署名に施した詳細句をきっかけに、爽やかな弁舌で男女を追求、激方を勝利に導く。 裁きを下された二期壇上は、戒心を装って、控えの間の渡辺劇に近づき、隠し持った担当で刺す。劇は、センス一つで壇上の歯に抗い、とどめを刺されそうになるが、駆けつけた柿べらの援護を受けて、壇上を倒す。一同の前に現れた、細川勝本は劇らの働きを称え、鶴千代の家督を保証する墨付きを与える。劇は、 主家の新たな門出をことほぎ、深手の見をうをして、毎時から尽きる。勝本は、大めでたいと悲しみを隠して、扇を広げる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。